おつもりです。というわけで2023明治安田生命 J2 リーグの第31節、清水エスパルス対町田ゼルビアの一戦を見に今からIIスタジアム日本平へ向かいたいなと思います。ただ現在の時刻ちょうど5時になりました。はい、キックオフまであと1時間なんですけれども、ちょっとはいいろいろあって遅くなりました。そしていつも通り原付で来たんですけど、飲み物を家に全部忘れてきましたので、こちらの近くの最寄りのコンビニで買いに来ました。ただ俺めちゃくちゃびっくりしたのが、エスパルスコラボとかやってないと思うんですけど、こうやってフラッグ掲げてくれてたり、あと店員の方が55周年のねエスパルスのやつ着てたりとか、なんかめちゃくちゃびっくりしましたというわけで、すげえありがとうございます山本さん。というわけで早速ちょっとねキックオフ残り1時間であんまり取れないかもしれないんですけども、しっかりと応援していきたいなと思います。行ってきます。はい大悟が決めたの？おおマジかよ。確かに試合よく止まりますねこれ。エスパース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 。会場の雰囲気そのままの感じですよね。良くも悪くも。頑張ろう加藤、加藤。あ、静のアミも来たわ。あ、ピカルちゃん。あら、コパルちゃん。やばい。ハーフタイムのこの時間が唯一癒される。おベンチ外の選手みんな来るやん。もうこの光景をずっと待ってたんよ、うん、本当に秋葉清水、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 戻ってこい大悟。いや最高の勝利ですよこれ。ビッグウィン。2対3。ほら、すごい、33番。ゲッタゴー、ゲッタゴー、イルイゲッタゴー、ゲッタゴー、ゲッタゴー、イルイゲッタゴー。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、すみません、ありがとうございます。選手バスも今帰ってくるところですね。お疲れ様でした。ありがとう。本当に素晴らしい勝利でした。そして今なんかセールをやってるらしいんで、せっかくなんでちょっとグッズを買って帰りたいなと思います。おあー、これコラボのやつか。あ、でもこういうの一着欲しいよな。このデザインいいな。これ買うわ。これ買おう。あ、ちょうど L サイズ。これはいいですか。 OK、 よし、こちら買います。はい、というわけでストアで買ってきました。こちらコラボのやつ。そして清水エスパルスの乾選手、ちょっと2試合出場停止は悲しいですけども、今日点決めたんでありがとうございます。そして勝ち星チャームってことで9勝目のやつをもらいました。ありがとうございます。さあ、というわけで、僕はこの編集が終わって、ちょこちょこゆっくりしてから秋田へ向かいたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画ちょっとでもいいなと思ってくださったらチャンネル登録と、そして高評価よろしくお願いいたします。バイチャー。お疲れ様でした。ようこそグレモルの日常へ。チャンネル登録、そして高評価、グレモルの日常よろしくお願いします。清水。